令和3年3月29日、阿蘇温泉観光旅館共同組合が、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に役立ててほしいと、町湯に自動検温機を送りました。まず、阿蘇温泉観光旅館共同組合の稲吉淳一理事長が、お客様に安心して温泉を楽しんでいただけるよう活用してくださいと挨拶した後、 町湯のオーナーにサーモグラフィー型の自動検温器を手渡しました。今回の自動検温器の贈呈は、これから行楽期に入り、多くの観光客が訪れて町湯などを利用することから、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として送ったものです。組合では、阿蘇市の内野巻温泉にある5軒の町湯に自動検温器を送りましたが、 この日は3県の町湯関係者が稲吉理事長から自動検温器を受け取り、早速持ち帰って温泉の入り口に設置していました。町湯のオーナーは、検温することで安心してゆっくりと温泉に入ってもらえると喜んでいました。